はい、どうもラスです。今回は、Google Chrome でですね、皆さんですね、例えば何かこう調べ物してて、他のね、例えばパソコン他の人が見るって時に、自分のね、この見た履歴とか、そういうなんか調べた情報とかを残したくないって時あると思うんですよね。今回ですね、その閲覧履歴とかを残さないようにするやり方があるので、ご紹介しておきます。ちなみに私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係で役に立つ動画をですね、シェアしていこうと思いますので、ぜひね、皆さんチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではですね、その閲覧記録をまず残さないようにする、機能がねあります。で、 Google Chrome の中でそれはシークレットモードというですね、閲覧の仕方があります。普通にね、やると自分のね、閲覧した記録とかが全部残っちゃうような感じになってるんですけれども、シークレットモードっていうのを使うと、そのシークレットモードの中で、閲覧した履歴は一切、残らなくて、まあ例えばね、パソコンを他の方が使った時も、その以前の自分が使ってた情報は見られないっていうメリットが、あります。じゃあ早速ですね、シークレットモードのやり方なんですけど、 Google Chrome 立ち上げてもらってですね、この右上の、3つポチがあるところ、これメニューですね。ここでですね、シークレットウィンドウを開くっていうのを、選択してみてください。でですね、シークレットモードを開くと、こういうね、今画面が黒くなってシークレットモードですみたいなアナウンスが、出ます。ざっくり言うと、Chrome には次の情報は保存されませんと書いてます。閲覧履歴、クッキーとサイトデータ、フォームに入力した情報なので、閲覧したそのどのページ見たとか、あとは検索したそういう情報ですね、そういったのが残らないような感じになってます。例えば、そうですね、ここで Google とかで、例えば、動画編集とかね、打つじゃないですか。で、一応この検索しましたと。で、閉じてですね、もう一回、例えば、こんな感じで Google 開きますと。で、そうするとですね、普段だったらここにね、以前検索した履歴が残るはずなんですけど、残らないという感じになってますので、ね、この後、次の人が見ても、自分の検索した情報は残らないという感じになります。あとはですね、一応ここでシークレットウィンドウを開くってやると、例えばここでタブとか開いてもずっとシークレットモードのままですので、一応ね、これずっと切り替わったままになってます。で、やめたい場合はここをね、右上のシークレットっていうところを選んで、シークレットモード終了っていうのがあるので、これを選択してみてください。そうするとですね、シークレットモードが解除されて白い画面に戻ります。シークレットモードだとね、なんかそれっぽい雰囲気のあの黒い感じの、このなんか黒い帽子かぶったなんかおっちゃんみたいな人のマークが出てきますので、一応これでね、目印でわかるかなと思いますんで、皆さんね、これ例えば利用用途としては、例えば学校とかね、図書館とかでなんか調べ物するためのパソコン、まあそういったのに、自分のね、検索履歴を残さないようにするときとかに、使ってもらえればなと。共用のなんかパソコンとか、まあそういったところですね。あとはスマホとかでもですね、実はシークレットモードっていうのがあるので、スマホでもね、例えば他の人が、そのスマホを見るって時に、その前の人がね、なんか残さないようにしたいって時は、そのシークレットモードを使ってスマホでもできますのでね、今回それを試してみていただければなと思います。ってことで、今回ですね、 Google Chrome の、シークレットモードのやり方に関してご紹介させていただきました。今回の動画がですね、少しでもなんか役に立ったかなと思ったらですね、グッドボタン、高評価をいただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。でですね、また今後もですね、こういった役に立つ動画を配信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。